はい、どうも、陶芸家の青木亮太です。このチャンネルでは陶芸家を目指す人から陶芸を趣味で楽しみたい人までみんなが役に立つことを発信していきたいと思います。今回はじゃれん、ハイチュウで壺を作ります。でででででで、こんなのハイチュウでできるかなみたいなのちょっと実験してみます。ハイチュウ、近くのバローで買ってきました。これハイチュウ、ハイチュウいっぱい、ハイチュウいっぱい。これお、なんかちっちゃい粘土の塊みたいじゃん、これ。これこんな感じに固まってブワーっていう、こう壺作ってみたいと思います。じゃあ行ってみましょう。まずさ、ちょっと一回実験で一個だけハイチュウ、一個だけハイチュウでちょっと作ってみようか。じゃあ今回使うハイチュウは、タレーン、ハイチュウ、なんだこれ、グレープ味、ハイチュウグレープ味で作ってみたいと思います。やっぱハイチュウだから下でやった方がいいな、これ。おら、こんなやつ、ハイチュウ硬いじゃねえか、おめえ、ハイチュウ硬いな。ちょっと待って、ハイチュウ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 の菊練り、ハイチュウ菊練り、硬くてできない。ダメだ、くっつかない。ちょっとさ、温めたハイチュウちょうだい、温めたハイチュウ。はい、今このストーブの上で、よっしゃよっしゃ、ストーブの、このキャ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 、このポニュー、スーパーハイチュウ来ました。これだったら作れる。あ、あ、ヘイメン、タオツ、ハイチュウ、タオツ、ハイチュウ、お、あ、いけそう、いけそう、いけそう。くっさ、ハイチュウくっさ。ちょっと一回裏返そう、これ。イタチェン。まずここでくっつければ絶対に俺はハイチュウでタオツーできる。何言ってんだこいつ。いけそう、あ、いけそう。ほら見て見て、これちょっと、おマジ、もう超神経、超神経、超神経、超超ハイ、ちょっと待って、難しいなこれ。冷めてくるとね、固まってくるから、もうめちゃくちゃ引っかかる。できた、ハイチュウの杯、ハイチュウの杯。くさい、いけそうだなこれ。やっちゃおうか。じゃあちょっとハイチュウここに重ねちゃいますよ。じゃあハイチュウ作業入ります。なんでもいいよ、バーバーってバーって出して、ちょっと一回ハイチュウ集めます。ハイチュウ会議。さあ、この下見て、これはもうハイチュウの残骸。ハイチュウ、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 グレープ、ハイチュウ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 、ストロベリー、ハイチュウ、ハイチュウ、今からこのハイチュウで壺を作っちゃいます。まずハイチュウね、並べてみようか。で、真ん中からいくか、これこれ結構さ、地味だよこれ。美しいけど、ジェンガだねこれ。おい師匠の落とすな。はい、できました、ハイチュウ、ハイチュウタワー、めっちゃかわいい。これで壺作るの、これ無理じゃないこれ。カチカチだしさ、落ちた。いや、まずねこれ硬いからね、くっつかないんだよねこれ。あんま、炙っちゃおっか、これ炙っちゃったら多分ね一体化できる気がするんで。はい、ガスバーナーがやってきました。ペンペン、ガスから炎ブワー出ます。これ80度以上熱したら柔らかくなるような気がします。なのでこのガスバーナー全員ブワーって溶かして、なんかもう粘土みたいに塊にしたらできるんじゃないかなっていう仮説で、まず一回やってみたいと思います。これね、ほんと釜炊く時のやつだから、おっときた、カモンメン。
ファイヤー！ブワー！大丈夫お前ら。ちょっと待って、僕君たち名前なんだっけ？ハイチュウ？もうハイチュウじゃなくなってきちゃったよね。いけそう、なんかめっちゃグロテスクなんだよ。なんかね、粘土っぽい。一層一層をこう溶かしてくっつけたらもしかしていけるんじゃないかな。この板ね、ステンレスだからね、もう無敵。ほらこれね、ちょっと分かんないと思うけど、ちょっと草燃やしてみるよ。これ結構熱いんだよね、これ。うわ、もうこれくらい熱い感じ。ファイヤーファイヤー、めっちゃ熱いよこれ。78度ぐらい。熱い、行こう。よーい、ドン。ほら、くっつく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 。今がチャンスだよ。一回これで塊作っちゃおうか。テレテテテテテテテン、ファイヤー、ファイヤー。エビくちゃくちゃ、ほら、うわー、調子の、これ絶対次にくっつくけど、これは騙されちゃいけません。これ表面しか焼けてないから、こいつは今熱い熱いって言ってるから、表面しか焼けてない。中まで焼けないとトロトロにできないから、ここでしっかりと焼いとこないといけない。入っちゃう入っちゃう入っちゃう。めっちゃなんかお寿司屋さんみたいな。なんかちょっともうすでに怖いんだけど、こんな熱いの触りたくない。美しいけどね。これ熱いんだけど、めちゃくちゃ熱いんだけど、これ絶対やけどしかしないよ。ちょっと待って、俺これ何、どうしたらいいのこれ。はい、もうだいぶ慣れてきました。もうファイヤーカモンメン、オラオラオラ、高速回転、ブイーン。色変わってるね。なんか飛んでた飛んでた飛んでた違う、やばいやばい、はい、修正修正修正入ります。なんか違う物体になって、めちゃくちゃ綺麗。チーズになっちゃったね。大人が本気で遊ぶと大変だね。絶対仕上げる、俺はプロとして絶対仕上げる。いや、もうそれくらいできた、それくらいできた。やんなくていいと、やんなくていいと思うけど、それじゃって給料下げるからやめてよ。いや、なんかこれピザだったら絶対美味しいよ、これ。地獄絵図、地獄絵図。はい、ハイチュウ。私たちの愛するハイチュウが、こんな風に、お下品な姿になりました。触れないね。めちゃくちゃ熱いんだけど、えい。どうもありがとうございました。まあ、言えないんだよな、ちょっと冷たいし、水もちょっと熱すぎるから、熱すぎるので革手で行ってみてみます。革の手袋、ぐちゃぐちゃ。絶対作る。あ、なんか、あ、寝ればいいのか、これ。これ多分あと数十度落ち着いたらめちゃくちゃ作りやすくなる気がします。プロとして俺はちょっと熱いけど、多分 できる気がするな、これ。ちょっと絶対ハイチュウ愛してないけど、ハイチュウ愛してる、ハイチュウ愛してる。じゃじゃーん、ペペローション。水だと固まっちゃうんで、あ、いけそう。いける。ちょっと待って。
めちゃくちゃ熱い、めっちゃ熱い、これもう熱湯の中で手入れてかも。じゃあ俺の10秒の形決めてるよ。めっちゃ熱い、めっちゃ熱い、めっちゃ熱いけど俺はお前と会話するぞ。ぐちゃぐちゃな、よくわかんないよ。いいじゃん、もう一発いく。あ、いけない、悔しい。もう一回いってるじゃん。ふぅっ、熱い熱い、めちゃくちゃ熱い。カップにしちゃおっか。お前カップになりなさい、なりなさい、なりなさい。ほら、いくよ、うん、なんでお前ブツブツ言ってんの中で。あ、めちゃ熱いんだけど。完成です。どんどん形が崩れていく。けどお前よく頑張ったと思うよ。ちょっと待って、最後もう一回。けど粘性はすごいあるよね。すぐ動いちゃう、これ塊にしちゃう。まあ、塊にしちゃう。はい、オブジェを作るにはハイチュウが向いてるってことが分かりました。なかなかね、難しかったけどね。俺コップにしたいんだよね、これ。もうコップになってくんない。あのさ、もう陶芸からこそちょっとコップ、ほら、いくいく、はいはい、ワンツー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 、倒す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 、はい、コップコップコップ。お前結構わがままだな。山から取ってきた土でもここまでのやついねえよ。お前一番わがままだぞ、俺の中で出会った素材で。え、ダメです、コップになります。あなたコップです、コップ。あ、怒っちゃった。いいよ、じゃあもうこっち行っちゃおうかな。はい、はい。では皆さん、陶芸作り楽しんでください。タオツタオツ、あのハイチュウでは陶芸が作れないってことだけが分かりました。あのプロでやってもちょっと作れないです、ごめんなさい。これもう全然なんかもうディズニーみたいな世界になっちゃってるんですけど、なんかもうごめんなさい。また次回ね、あのちっちゃいハイチュウで陶芸をチャレンジしてみたいと思います。初めてこんなに使いにくい素材扱いました。ありがとうございます。倒す倒す、手から離れない。やばい、なんかもう呪縛のようなんだけど。はあ、失敗した、ごめん、ハイチュウ。